1あのすみませんはいどうしましたか財布をなくしてしまったんですがどんな財布ですか黒い横長の財布です大きさはこのくらいで中にお金が3万円くらいと私の写真が入っていますどの辺でなくしたんですかそれが食事の後でデパートへ行って買い物しました その時は確かにあったんですがそうですかじゃあ見つかったら連絡しますからここに名前と住所電話番号を書いてくださいはい二。<に>アンナさんどうしたんですかカメラをなくしてしまいましたえカメラあさっき行った喫茶店でケーキの写真を撮りましたね はい喫茶店にあるかもしれませんそうですね電話してみますはいひまわりですあのすみませんそちらにカメラを忘れてしまったんですがえカメラですかはいソミーのピンクのカメラです黒いケースに入っていますケースにハートの絵が描いてありますどの辺に座っていましたかえっと窓の横のテーブルです 見てみますね。少々お待ちください。あ、ありましたよ。あ,あ、よかった。ありがとうございます。今からそちらへ取りに行きます。わかりました。三。あ、どうしたの電車にカバンを忘れちゃった。え さっきの電車うん、どうしよう駅にあるかもしれないよそうだね、行ってみるあの、すみませんはい、どうしましたか電車にカバンを忘れてしまったんですがどこ行きの電車ですか東京行きの電車です乗り換えた後で気がついたんですどんなカバンですか白くて大きいカバンです 花の絵が描いてあって、横にポケットがついています。そうですか。少々お待ちください。あ、今隣の桜駅にありますよ。本当ですか。ありがとうございます。行ってみます。 1あのすみませんはいどうしましたか財布をなくしてしまったんですがどんな財布ですか黒い横長の財布です大きさはこのくらいで中にお金が3万円くらいと私の写真が入っていますどの辺でなくしたんですかそれが食事の後でデパートへ行って買い物しました その時は確かにあったんですがそうですかじゃあ見つかったら連絡しますからここに名前と住所電話番号を書いてくださいはい二。<に>アンナさんどうしたんですかカメラをなくしてしまいましたえカメラあさっき行った喫茶店でケーキの写真を撮りましたね はい喫茶店にあるかもしれませんそうですね電話してみますはいひまわりですあのすみませんそちらにカメラを忘れてしまったんですがえカメラですかはいソミーのピンクのカメラです黒いケースに入っていますケースにハートの絵が書いてありますどの辺に座っていましたかえっと窓の横のテーブルです 見てみますね。少々お待ちください。あ、ありましたよ。あ,あ、よかった。ありがとうございます。今からそちらへ取りに行きます。わかりました。三。あ,あ、どうしたの電車にカバンを忘れちゃった。え、さっきの電車 どうしよう駅にあるかもしれないよそうだね行ってみるあのすみませんはいどうしましたか電車にカバンを忘れてしまったんですがどこ行きの電車ですか東京行きの電車です乗り換えた後で気がついたんですどんなカバンですか白くて大きいカバンです花の絵が描いてあって横にポケットがついていますそうですか 少々お待ちください。あ今、隣の桜駅にありますよ。本当ですかありがとうございます。行ってみます。一遅れてすみません。ラタポンさん。 どうしたんですかすみません寝坊してしまって起きたら11時でした昨日遅かったんですかええー、アルバイトが12時まであったんですそうですかまだ間に合いますから急いで映画館へ行きましょう<に>あ若葉駅あのすみません この電車は若葉駅には止まらないんですかええ、急行ですから大和駅まで止まりませんよえ、大和駅どうしよう大和駅で降りて5番線から青い電車に乗ったら若葉駅に戻れますよえ、すみません、もう一回行っていただけませんか5番線の…青い電車です青い電車ですね、ありがとうございます もしもし西川さんあダニエルさん今はどこですか大和駅ですえ大和駅はいすみません急行に乗ったら若葉駅に止まらなかったんですすみませんが十分くらい待っていてもらえませんかわかりました三。ごめん待ったううん、うん、私も今来たから大丈夫よかった どうしたのカバンを電車に忘れて駅に戻ったのえ見つかったうん、隣の駅にあったそっか、よかったねうん、でもたくさん走って疲れちゃったじゃあ喫茶店へ行って休むうん 1遅れてすみません。ナタポンさんどうしたんですかすみません寝坊してしまって起きたら11時でした。昨日遅かったんですかええアルバイトが12時まであったんです。そうですかまだ間に合いますから急いで映画館へ行きましょう。2 若葉駅あのすみませんこの電車は若葉駅には止まらないんですかええ急行ですから大和駅まで停まりませんよえ大和駅どうしよう大和駅で降りて5番線から青い電車に乗ったら若葉駅に戻れますよえすみませんもう一回言っていただけませんか5番線の青い電車です 青い電車ですね。ありがとうございます。<noise> もしもし、西川さんあ、ダニエルさん。今はどこですか大和駅です。え、大和駅はい、すみません。急行に乗ったら若葉駅に止まらなかったんです。すみませんが、十分くらい待っていてもらえませんかわかりました。 ごめん、待ったうんうん、私も今来たから大丈夫よかったどうしたのカバンを電車に忘れて駅に戻ったのえ見つかったうん、隣の駅にあったそっか、よかったねうん、でもたくさん走って疲れちゃったじゃあ、喫茶店へ行って休むうん